はいどうも皆さんこんばんはということで、今日も頑張って動画の方やっていこうかなと思うんですけども、今回はですね、うちの福くんにダイソーさんの小動物用商品をプレゼントしていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、やっていきたいなと思うんですけども、大丈夫、タイトル今言えてたからギリギリ噛んでたような気もするんですけども、大丈夫かな。はい、ということで福くんにプレゼントしていくのはですね、こちらの人参と一輪車、そしてかじりきで、最後に、映像として流れるんですけども、シーソーをプレゼントしていきたいなと思います。このシーソーはね、やっぱりハウスが大きい子の方がスペースも取れて遊びやすいんじゃないかなと思ったので、今回は福くんに、選ばせていただきました。さあ早速上げていきましょう。出てきましたね。さあそしてまずは卵の匂いを嗅ぎますね。この卵はもともと福くんがハウスとして使っていたもので、今回これはね、ちょっと入れ物として使わせていただきました。可愛かったので。さあ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 、早く出てきて福くん、出てきたらおもちゃたくさんあるよ。はい、おいでおいで。はいはい、そう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 、はい、おいで。全然出てこれない。そうなんです。福くん全然出てこれない時間がちょっと続いたので、早送りにさせていただいてるんですけどもね、手は無視されてしまいましたね。はい、ということで、結局は、抱っこして出てきたわけなんですけども、さあここから一体どんな反応をしてくれるのか、非常に楽しみですね。さあまずはシーソーの匂いを嗅いでいますね。そしてその後にですね、もう一輪車にすぐに、行きまして、持ち帰ろうとしてますね。いや、 やっぱり一輪車なんだね。なんでしょうねこの一輪車は。本当にこの先っぽの丸みと、細さがすごい、すいません、ちょっとね咳が出たのでミュートしました。かわいいかわいい。一輪車遊んでるんだか一輪車に遊ばれてるんだか分かりませんね。なんかわたわたしてましたね。かわいいな。いやー、ほんと福くんはね、永遠にかわいいですね。あ、そうそう、こういうの、これね、たまに床材の中にね、硬いやつが入ってる時があるので、そういうのは僕は取ってあげてますね。なんか目に刺さったりとかしたら危ないかなって思ったりとかしてね、怪我防止のためですね。さあさあさあ、どんどん入れていきましょう。人参に一輪車も入れて、かじり機も変えて入れていきましょう。さっきのかじり機まだかじれそうな感じがしましたけども、ちょっと一応一旦ね、ダイソーさんの商品でちょっとまとめるということで、卵入ってましたけども、卵はね、ちょっと遊ぶ時だけ可愛いかなと思って入れてみました。今は外してます。さあ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 、細い通路を通ってきましたね。平安歩楽しんでますね。さあもう一回来るのか、もう一回細い通路、こう来ない、来るのか、どちら、来ない。反対側から出てきましたね。さあ新しいハウスに気づきましたね。気づいて、いけいけ、無理って、高くて無理ってなってます。いや、かわいいね。いやー、ねえ、いけなくて ふてくされちゃってますけども、ちょっとね、かわいい。ああ入りたかったなって、そんな目をしてますけどね。はい、ということでシーソーをちょっと補助にしてみて、いけるかなって思ってやってみたんですけども、どうしてもね、ちょっと いけそうになかったので、抱っこして入れてあげたいなと思います。
かわいいな、まあ、いつもの福君だったらこのぐらいの段差は行くんですけどね、なんかやっぱり偏方っていうちょっと違う環境にいたのでもしかしたらいけなかったのかもしれない、それか、まあ、足腰がちょっと弱ってきてるかもしれないですね、うん、さあ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 一輪車かじってる、いやかわいいっすね、まあゴールデンには本当大きさ的にちょうどいいっすねこの一輪車、あんこさんにはねやっぱりねちょっとねちょっと大きい感じがするんですよこれ、だけどあんこさんその大きいのを一生懸命かじったりとかしようとする姿はすごい可愛いんですよね、それはそれで可愛いんですよ、うん、さあ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 これはさあもう飼い主冥利につきますよね、こういう姿を見せてくれたら、いやでも何なんでしょうね、本当にこの丸みと棒の細さとがちょうどかじりやすいというか魅力的な大きさなのかもしれないですね、だってもう裏持ってこうとしてたもんね今いやかわいいですね、さあ卵入ってくれたあそう卵入ってくれるの、卵入って人参を、そっか嬉しいな、まあこのハウスもともと言ったっけ、もともと福くんのねハウスなので、そうだからまあ全然違和感がないんでしょうねこれが入ってても、さあ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 人参をチェックしてますね、その後一輪車行ってあ一輪車じゃないシーソー行ってシーソーに行ってまた一輪車をかじり始め、かじってはいないまあでも福君はいろいろチェックするタイプの子なんですね、うん、そっかそっか、でもまだ卵入ってくれるの嬉しいな、この卵はさ今のあんこさんのハウスで生活してる、あ一輪、あ一輪車じゃシーソーシーソー行ってくれ、シーソーやってくれた、シーソーやってくれてましたね今かわいいさあそしてかじりきもかじってくれてますね、ね本当にまんべんなくですね福くんは、いやそうあんこさんのね部屋で福くんがまだあの水槽で生活をしてた頃にこの卵をね入れてたんですよね、そういやでもさこういう広いハウスに今福くんなったじゃないですかね、でまた卵行くのかわいいな、そうなので広いからこそこういうたくさんのねおもちゃを入れることができるし、すごくうんやっぱり広いハウスっていいですよね、さあこれがねサムネを撮影してた時ですね、うん皆さんこれなんか刺したりとかするの真似しちゃダメですよ、これねお行儀悪いですからねお行儀っていうとなんかすごい育ちがいいみたいな感じになっちゃいますけど、まあ全然そんなことないんですけど、うんそう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 、まあ、これはまあサムネが可愛いだろうなっていう体でやってますので、そうだからご飯食べるときとかおかずとかにね箸こう刺したりとかする行為はね非常にマナーが悪いのでね、サムネの時だけにしましょう、おもちゃをこうやって刺すのは、でもこれもじゃもじゃってこういう商品ですからね、おやつとかをこの中にこうクックって、まあ、刺すって言われるのもあれですけど入れたりとかして、まあだからおもちゃもこういう風に入れておくとこれを取ったりする作業がすごく楽しいっていう形になるので、まあ、これはこれでありなのかもしれないですけどね、ペットはまあマナーとかないのでねはい、ということで本日も動画最後まで本当にご視聴ありがとうございました、また次回の動画でお会いしましょう、またねバイバイありがとうございました。